千人塚公園千人塚城が池は長野県上稲郡飯島町七窪にあるため池である。中央アルプス国定公園に指定されているとともに2010年3月25日には農林水産省のため池100選に選定された。戦国時代の北山城の空堀を利用して1934年に温水ため池として作られた。 一級河川天竜川、水系与田ギリ川から七久保用水と、横沢用水から導水した水を貯水し、下流の水田、約200ヘクタールの考えを行っている。千人塚の由来山からおよそ800年ほど前、船山城主の真である上沼氏がここに城を構え、北村城と言った。この下の水田地帯に、城下町の町張り、店町等の地名が残っている。 戦国時代、天正十年二月、織田信忠の稲路攻略の際、上沼左近の守った、この城は落ち、敵味方の意外武具一切を埋めて、塚としたと伝えられている。その後時々悪役が流行したため、例のたたりを恐れ、天保十五年更新六月千九人、同時の石踏みを立て、以来毎年春秋二回供養を続けてきたものである。 城が、池は、元城の空掘りで、昭和9年国の灌漑事業の一環として、土手を築き水をた,たえたもので現在は、水面に約3.3ヘクタール、水深は深いところで10メートルに近い。千本桜、筒子、アジサいもみじが湖畔を彩り、ツバメ、カワウうが飛来する。千人塚城が、池農林水産省ため池百選飯島町の遺跡。ありがとうございます。